バース上の 3D アバターの、はい、キャラクターみたいなところを使ってる感じです。なるほど、はい。まあ、ただの、キャラクターではなく、はい、なんか NFT という技術を活用したような。あ、じゃあ売ってるんだこれ。そうですね、一体一体一応オープンシーっていうこのサイト上で一応購入することができて、なるほど、まあ、一体一体、それぞれ違うデザインで所有するっていう新しいキャラクターになってますね。なるほどね。まあ、こういったメタバース上で持ってるキャラクターを遊べるだけじゃなくて、まあ、所有利用権みたいなのもついてたり、はい、しますね、はい。フィギュアも作っちゃう？フィギュアは今作ってる途中で実物を、はい、それも一品一品買えるんだ。フィギュアも買えるようにしたいですよね。まだ、まあ、スタンダードがあってその上に何かできるとかね、みんながね。そうですね、はい、構想段階みたいなところです。ですよね、はい、なるほどね。まあ、もうキャリーパンパンさんだったり、キズナアイさんだったりもちょっとコラボさせていただくと思います。あ、なるほど、はい。事務所はどこなんですか？はい、事務所はどこなんですか？あ、会社自体は一応住所はどこかな、なんかここにしろって。あ、ここではないんですけど、うん、あの運営者さんとあのつながりがあって、この町おこしにもメタバースとか新しい取り組みで関われないかっていうので、一応これだったらさ、はい、天気除雪できるもんね。あ、そうですね、そういったことも考えられはします、うんうん、だからみんなあの、まあ、これも要はメタバースっていろいろな考え方あるけど、展示会を立体的にして、はい、平面なホームページをこう立体に自分が歩いていって一軒一軒楽しんでいくとか、はい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 、あるいは見えてくるとか、あの声がかかってくるとかっていう、そういうイメージって割とリアルにつながってるじゃない？はい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 、あの日本一の延長場みたいな感じでさ、はいはいはい、その方が入り口は早いかなって感じです。いや、おっしゃる通りですね、そういったことも全然考えられますよね。ですよね、はいはい、そうす、面白いと思います。うん、自分も相手と話すときにその自分のキャラでいけるし、はい、向こうも向こうのキャラでいけるし。そうですね、うん、あのどんな人か分かんないけど、とにかく、ね、はいはい、そのキャラだけ楽しめるからね。はいはいはい、いや、うん、本当におっしゃる通りです、ね、はい、それとこう自分が動いてって気がついて、はい、気になったらそっち関心が向くっていうと全然あのアテンションが違うじゃないですか。はいはいはい、あの向こうからこう押し込まれて気づかされて、はい、あの浴びてるよりね。はいはいはい、だからすごいなんか可能性いっぱい感じるんだよね。そうですね、何か面白いことできたらできますよね。